1964年東京、あまたの人々の絆でつながれた聖火が沿道から見守る少年の目の前で輝きを放っていた。その光景に魅了された少年はその後も聖火リレーへの愛を深め続け、人生を歩んできたという。我々はこの少年を探し出し話を聞くことにした。はい、よろしくお願いします。日田誠一と申します。よろしくお願いします。聖火ランナーのマニアっていう言い方していいんですか。まあ聖火ランナーが好きで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 、その光景が好きで、いろいろなことを想像しながら、聖火ランナーってどういうルートでやってきたんだ、なんて素晴らしい日を持った人たちなんだなどを含め想像しながら、ずっと追い続けてきております。どこがいいと言ったらまあキリがないので、ひとまずすいません、僕ココア頼んだんですけど、これブラックコーヒーになってるので苦くて飲めやしないので、つうかもったいないので誰か飲んでください。冷めちゃうだけだ。疑われてるんでしたら、こちら見てください。前回の1964年、前回って言ったって相当前の話だけど、僕が映ってて目の前を通る聖火を見て、なんて神秘的なんだ、なんて素晴らしいんだって、もうやめられなくなっちゃいましたね。だって仕事、僕餅屋さんやってるんだけども、オリンピックの時期になったらもう結構前からもうシフト切り替えますもん。もう店畳んじゃう。でその代わり後でフルに頑張って働きゃなきゃダメなんだけど、そりゃ火の思い出が違いますよ。だって楽しいイベントなんだもん。とにかく世界のイベントなんだもん、オリンピック。ただ開会式からと思ってませんか。そりゃ遅いよ。開会式からさあ始まりましたオリンピックです、遅いよ。とっくの昔に聖火ランナーから始まってるんだから。だからみんなも応募してほしい。そして僕に走る姿を見せてくれよ。追っかけますよ。ねえ、ココアって結構厳しいんだったら厳しいって言っていただけると諦められるんですが、これが苦くて飲めないんだって言ってんだもん。大切な絆をつなげよう。東京2020オリンピック聖火ランナー募集中。